配信はすごい疲れるよ。すごい大変だよ。精神力ないとできないよ。喋ることってエネルギー使うの。2時間のね、あの講演とかでも、なんだっけ、8時間の労働に匹敵するって言われてんだよね。人の前で話すっていうのは。だから、体力ないとできないですよ、配信者は。アイワード2。はい、森早さんワード2。長渕ありがとうございます。あ、長時間ね。長渕って呼んじゃったよ。長時間ありがとう。はい、バーガー10個ありがとう、うん、サンキューカエルさん。いや、いい暇つぶしになるんじゃないですかね。仕事、配信を仕事に選んだ理由を聞きたいです。 DA さんから。ですね、僕が配信を仕事に選んだ理由は、実はその牢屋の中にいる時、留置所っていう場所に2ヶ月半いたことがあって、自分の人生を根本的に変えないとなっていうのを思いました。で、その時僕は社長業をやってたんですけど、自営業とか個人事業主みたいなことをずっとやってたんですけど、自分が向いてないなっていうのは思ってたんですよ。組織を作るとか、人との携わりっていうのがすごく苦手だっていうことに気づいていたので、個人でやれる仕事をやろうっていうことを決めてました。要は、人の人数が関われば関わるほどマンパワー、その許容範囲を超えてくるんですよ、自分の。で、まず個人でできる仕事。で、あとはまあ、ファンビジネスみたいなのに興味を持っていたんですね。要は、インターネットを使って、個人のタレント業みたいなことをやろうっていうふうに思ってました。まあ、それで、ライターになるか、まあ、喋りでやっていくのかっていうふうに迷ったときに、まあ、文章を書くのが苦手だったんで、喋るのは大好きだったんで、まあ、喋りの方が向いてるだろうと思って。じゃあ、喋る、インターネットで活動するっていうふうに絞っていったときに、YouTube か、生放送か迷ったんですよ。で、YouTube は経験があったので、もうほんと YouTuber っていう人がいないときからやってたんで、まあ知らないことをやる方が勉強になると思ったんですよ。それでまあ配信っていうものを選びました。で、その時に、自分で食っていくためにどうしたらいいのかっていうのを、その理論を体系化していったんですよ。配信をやる前に。で、フォロワーの数が10万人を超えて、そしたら1000人ぐらい、1% の人間1000人ぐらいが2、300円払ったら食っていけるなっていうふうに思ったの。それがきっかけだったかな。自分がその配信を仕事にしようと思ったのが。誰にも縛られないんで自由に活動ができて、それを応援してくれる人がそれを支えるっていうビジネスモデルは今の時代成り立つだろうなっていうふうに考えました。それが理由です。まあ、やりたいことで飯を食うっていうのにこだわりがあったから。あと、自分自身を商品にするっていうのは面白いところだよね。配信をやっていく上で。だって、そんなのってさ、一昔前だったら考えられなかったことじゃん。インターネットがその日本中の人と繋がれるっていうのは、すごい魅力的だと思うよ。叩かれたりアンチとかどう対処しますか？俺はね、だから、実はリスナーから入った場合、入ったら、そういうアンチがいるとか叩かれるっていう現象があるっていうことを知
れたんだけど、俺はやるって決めたらやる、やるって決めてるんですよ。自分がやるって一度決めたことはやめないっていうのかな。結果が出るまでやり続けるっていうのが俺の生き方で。で、ネット文化はあんま詳しくなかったんですよ。リスナーっていうのもやったことがなかったし、人の配信なんて見たことがなかったから。だからそこではだいぶ苦労したけどね。うん、ファンビジネスは将来性。あ、まあ、俺は、AI がどんだけ進んでも、風俗業と接客業と営業はなくならないっていうのが俺の考え方だね。うん、要は、対人のビジネスっていうか、感情を動かすビジネスっていうのは絶対なくならないと思ってる。うん。ファンビジネスは絶対将来性があるよ。逆に言ったら、AI っていうのはどん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 並列化が進んでいくから、個性みたいなものはなくなっていくんだよ。常に正解を叩き出すのが得意なわけだから、失敗を繰り返すのは苦手なんだよ。だから失敗するアルゴリズムっていうのが逆に AI を進化させるんじゃないかな。偶発性とかね。で、叩かれたりアンチとかどう対処するかっていうのはもう本当、配信を始めてからずっとの課題だったんだけど、ある日気がついて、ふわっち来てから気がついたんだけど、すぐブロックっていうのは気づいたかな。要は、叩く人の特徴みたいなのをノートに書き出してやったんだけど、まずフォローもしない。批判はする。アイテムもしないって言って、いいことが一つもなかったんだよ。アンチの存在。だから、あ、この人たちは自分のやりたいことを邪魔するだけだから、関わらなければいいんだと思って、もうすぐブロックする。少しでも否定的なことを言ったらブロック。そしたらいい人だけが集まるから、俺はこのスタイルが合ってるなと思ったね。対処はしないっていうか、速攻消すっていうか。今は理解されないけど、正しい選択してると思うよ。だいぶ考えたからね、ほんと2ヶ月半の間、ずっと自分の中で自問自答して、まあ、生きてく間にずっとなくならないビジネスモデルやらないとダメだなと思って。さらにその産業が発展していくっていうのを考えて。うん。いやいや、全然、勉強になるなんてとんでもない。思ったことを言ってるだけだから。うん。なんか昔は閲覧が欲しかったから、アンチの人もいたら財産だと思ってたんだけど、実はそんなことなかったんだよね。その、アンチが多い放送っていうのは、アンチが集まりやすくなるから、コメント欄見て、あ、この人こういう人なんだっていうふうに思うじゃん。だから情報操作されちゃうの。だから自分の表現とずれてくるから、そういうのを綺麗にしていくっていうか、逆にね、ある程度やっていくと困らなくなるから、リスナーさんの数。DA さん、パフェありがとう。ありがとう。うん、だから最初のうちは人数集まらないからどうしてもね、アンチでも相手にしちゃおうっていう風に考えるけど、アンチから囲いになるパターンって存在しないんだよ。よく、アンチから囲いになったっていう人いるけど、そんなのいない。うん。そう。あ、相手にするのをやめたよね、俺は。無駄だから。自分の人生と関係ない人なんだっていう決断をしました。性格がひねくれてる人はどうしますか？アンチというほどでもないけども。俺はだから自分のプロフィール欄に書いてあるけれども、ブロックの基準っていうのは無礼な態度や発言。まあもう人格否定する人はダメだなと思って。2個目が人格否定ね。要は反対意見っていうのは構わないんだけど、人間だからそこは共感できる共感できないとか、俺はこう思うっていうのは俺は好きなんだけど、そういう議論をする態度じゃなくて、礼儀もなってないし、ただ俺のこと否定したいっていうのは俺は人格否定だと思ってるから、ただディスる人っていうのは話してもしょうがないじゃん。お前が嫌いだからお前の言うことすべて間違ってるっていう論者とは相手しないからブロック。で、まあ、荒らし行為。なんかずっと、話を聞いてないで荒らしてる人はブロック。あとは配信者の売名行為ね。自分の URL 貼ったりとか、そういう人はブロック。あとまあ、俺が減らってる時は無差別にブロックだね。うん、そういう風に自分で決めてる。うん、はい、こんばんは。シンさんいらっしゃい。性格がひねくれてる人は別に見てもらって構わないんだけど、
結局そのファンになってもらわないと食っていけないから、だから相手をするのは最低条件がそのファンの人たち、ファンとの交流をするっていう。お猿さんありがとう、こんばんは。長渕面白かった。たまにやるんですよ、ストレス発散で。かそるのが分かってるけどやりたくなる。ストレス発散にいいんだよ長渕は。でもね、長渕はやっぱスーパーアーティストなんで、長渕剛はあえて歌ってないだけだから、長渕に歌えない歌なんか存在しないんだよこの世の中には。そこが長渕剛のすごいところだよね。あと何だろうな、配信論みたいなのってなんか人生哲学にすごく似てて、その人には合ってるかもしんないけど自分にはハマらないっていうのがよくあるから、あんまり当てにしないでね、自分の経験から来る答えみたいなのを信じた方がいいよ。理屈で分かっててもね、体が言うこと聞かないみたいなことってよくあることだから、俺の言ってるアドバイスが DA さんにはまるとは限らないんだよね。例えばアクティブ5人の配信者とアクティブ500の配信ってやり方が違うんだよ。だから大手の人にアドバイス求めても、その人が見えてる、その人の課題点みたいなのが見えてないとね、的確なアドバイスできないんだよね。今はこうした方がいいよとかあるんだよ、こうしたら人が増えるよみたいな。そのね、見極め能力みたいなのはかなり重要だよ。だから DA さんが今どのポジションにいるっていうか、どういうスタイルでやってるのか。で、一番いいのは、自分がこういう配信スタイルやりたいっていう人のモノマネをするのが一番いい。やってみるとね、自分が全然できないのがわかるから。すごい難しい。テクニカルなんだよ、意外と。学ぶっていう語源あるじゃん。学習の学。あれは真似部から来てるんだよ。だから真似ることが一番の学習になるから。で、だんだん型ができていって、型を破っていく。自分の型を作っていくっていう。よくね、我流をやりたがる人がいるけどね、我流っていうのはね、型破りじゃなくて型なしなんだよ。型がない、基本がなってないってことでしょ。だから弱いんだよ。配信にも基本とか基礎みたいなものがあるから、それをねゆっくり手に入れていった方がいいよ。そうすると3年ぐらい続けていくと、だんだん自分の型みたいなのができてくんだよ、配信の中で。俺はうなちゃんマンだね、徹底的に。うなちゃんマンの放送を見ながら、どういう練習したかっていうと、ああこうやってやるんだつって、いやちげえな、おいだからよ、ああっていう練習を風呂場でやってたね。バカは、おいおげるげ部長ゴロンゴロンっていう練習をやってたね。モノマネだけが上手くなった、ね。これはもうちゃんまんのスタイルが一番面白いなぁと思ってたね。炎上系な、炎上系っていうか、俺はうなちゃんまんの本質のスタイルっていうのはやっぱり雑談力だと思ってるね。まあ炎上がたびたび起こるのがね有名だけど、煽りがひどいんだよ。リスナーを徹底的に煽るんだよね。でもなんかその駆け引きがうまいよ、ちゃんまんは。
煽らない。俺はリスナーを煽ったら結構敵が多くなるタイプだから、自分の中ではリスナーさんを煽るっていうのはあんまりやらないね。なんか結構無駄なことっていうのかな、人生の役に立たないことってあんまり好きじゃなくて、面白いと思わない性格だから、なんか子供のディスり合いみたいに聞こえちゃうんだよね、悪口合戦みたいなさ、煽っても面白くないかんね。和道から見て教養のある配信者っている、教養のある人はいっぱいいるんだけど面白くないんだよね、常識人とか教養のある人っていうのは面白くないから、あの間違ったことを正しいっていうのが配信者としては正解だと思ってる。だから本当に狂ってる人間か、狂ってるのを演じないといけないと思ってる。俺はだから本当に狂ってる人間、いい意味でね、いい意味で尖ってる人間になろうっていう風に決めてるね、で教養って役に立たないんだよ、配信の世界では教養はねダメです。なんでかっていうと、みんなが分かってることを言うだけだから、そうだよねっていうことじゃん。そうじゃなくてみんな尖った意見が見たいわけよ。そこは意識していかないとダメだと思うよ。配信で食っていきたいんなら、自分の尖った考え方とか、なんつうんだろう、そういうものを持っていかないとダメだと思ってるね。尖った考え方、やっぱ受ける、要は客が喜ぶっていう客商売みたいなもんだから、その客観的に見ることってすごい大事だと思うんだよ。客観的に、別に正論を言ってもいいんだけど、人と違う着眼点みたいなものは持ってないとダメだよね、やっぱり。なんか予期せぬことを言わないといけないわけだから。まあほら、スペシャリストとかは面白いよね、やっぱ。ドレさんは格闘技のことに関しては面白いし。あと医者の人のね、医者の話とか、FX やってる人の FX とか、結果出してる人の話は面白いっすよ。だけど、そういうね、プロフェッショナル、他のことでプロの人ってなかなか配信やらないんだよ。半端な人間ほど配信やるから。だからその半端な人間が半端じゃなくなった時に配信者として才能あるんだい。半端者が半端じゃないっていうか。だって他で稼げるノウハウを持ってるんだったら、配信やるのってデメリットでしょ。食っていけなかったらさ、ただの人なんだから。俺はそう思うよ。な、何かで食っていけるっていうノウハウと配信のノウハウって噛み合わないんだよ。配信で培ったことってね、実社会で役に立たない。
あくまで配信の中だけなんだよ。YouTuber にはならないのですか？ YouTuber はまたね別だと思ってて、なんかねどちらかっていうとね、映像表現とかマーケティングとか上手いやつが YouTube では成功すると思ってんので、 YouTube はやろうとは思ってるんだけど、あれはねタレント力よりもね編集のうまさなんだよ。だからテレビ業界と戦わないといけないから、そこは難しいなと思ってるんだよね。世間と配信界、うん、全然配信で培ったことは実社会では全然活かせれない。 YouTube の有利なところって、実はあの動画と生放送の仕組みシステムの違いなんだよ。 YouTube って1個の動画5分でもいいんだけど、1時間でもいいんだけど、1個開けたら一生残るんだよ。だから印税に近いのね、考え方は。一回ブレイクして100年間見られるものじゃん。で、100年間見られた分だけお金が入ってくんの。配信っていうのはね、舞台とかね、ライブパフォーマンスに近くて。だから難しいよ、やっぱり。その、よくさ、音源を作るのが上手いアーティストと、ライブが上手いアーティストって、両方上手い人もいるけど、よく CD で聴くのは上手いんだけど、ライブでは下手っていうバンドいるじゃん。バンプオブチキンとかそうなんだけど。宇多田ヒカルとかもそうだよね。実はね、ライブのうまさとね、あの DVD っていうか、その作られたうまさみたいなのまた別なんだよね、音源っていうか。だからどっちがいい悪いとかいう話じゃなくて、それは得意の方に行った方がいいよ。でもまあ面白さとか尖ってるタレント力とかキャラクター性で言ったら、 YouTuber よりも配信者の方が数段レベルは上だよね。あー、山下達郎ね。うん、うん、YouTube の場合ってベストヒットヒット商品を生み出すよりもロングセラー商品を生み出してる方が強いよね。だからヒカキンって実はキャラクターで受けたんじゃなくて、マーケッターとしてうまかったんだよ。要はレビューをやっていけば商品のお客さんを自分のお客さんに変えられるから、自分の身の回りにあるレビューをやっていけばその客層を全部取っていけるっていう判断をマーケッター的にやってるんだよ。賢いよ本当に。だから結局批判が集まるのはヒカキンよりも商品が良かった悪かったっていう、商品の良し悪し、あれはやり方すごい頭いいなと思った、ヒカキンは。だからそういう語り口でヒカキンを評論できる人はあんまいないよね。あ、彼は地頭がいいんでしょ。
腹減ってきたな。土曜日の夜ね、あんまり人集まんないイメージだな。土曜とか日曜日ってね、リスナーが分散するっていうか、多分配信者の数が増えるんだと思うよ。ニコ生とかだとすげえ増えるんだけど、最近リア充が増えてきたんだよね。今日はご飯はね、つけ麺とチャーシュー丼だって。FX とか株とかやろうと思ってますね。っていうのも、なんか配信だけの収入だと厳しいものがあるから、いつ廃るかわかんない業界だから、スキルを身につけておきたいなと思ってて。配信とか FX ってやっぱ、場所が関係なくてネット環境つながってればいつでもできるから、投資は覚えようと思ってます。それを配信とリンクさせるかどうかはまた別問題ですね。配信で画面を公開するかは別として。っていうのもね、FX 配信者がね、ポイント稼いでるイメージがないんですよ。閲覧は増えてるけど。FX やるとしたら趣味でやるかなって思ってるけど。ちょっとそこは迷ってるかな。株とか苦手です。和道さんだったらいけそうですね。株ってなんかそんなに難しくないよ。なんか苦手意識でね、結構難しそうと思ってる人がいるけど、原理はすごく簡単なんだよ。会社がお金が足りないから出資してっつって、で会社にお金を集めるために出資者を募るわけじゃん。で会社のオーナーになれて、で会社に利益が上がったら株を保有してる率で分配をすると、利益を。でその株を長期保有してたら利回りでどんどん良くなっていくっていうのが理屈で、でもその利回りを目当てにもっと高い金出して買いたいっていう人がいたら、まあ売れるっていう仕組みだから。アノさんならどうやって FX を攻略しますか？俺、まあ、さっきの枠でもずっと言ってたんだけど、俺やったことないから、あれだよ。FX の知識全くないから、自分の頭の中でシミュレーションするだけなんだけど、勝てる理由を探すよりも、負けない理由を作った方が強いと思ってて、で、元手次第なんだよ。ギャンブルが強いかどうかって。例えば、100万円を持ってて、1回1万円かけちゃうやつってバカだと思ってんの。だから、いや別にそれでもやり方あると思ってるんだけど、100万円持って100万円を1回に使い切ったらさ、もう勝つか負けるかじゃない。だからそうじゃなくて、負けないやり方をしていけば、参加の可能性が高くなっていくわけじゃん。だから負けないロジックを作っていくことが一番勝ちにつながると思ってるね。だからハイリスクを選ばないっていう。うん。だから、1000円かけて、1000円を8回、ね、レバレッジかけたら、バイナリーオプションとかだったらとんでもない額になるんだよ。で、そのチャンスが1000回あるわけじゃん。うん。そっちの方がいいんじゃないかなっていうふうに思う。あとは相場の読み方だよね。だから確率で多分やると思うよ、俺は。市場の動きとあと確率論で動くと思う。通報しなければ、あ、退場しなければ勝てるという。あ、そう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 。うん。だから一応 FX の負けっていう理論って簡単で破産なんだよ。参加ができなくなったらチャンス、オプチュニティコストって言うんだけど、機会損失の方がでかいのね。で、そのお金をさ、ふんだんな資金があったら、強く張れるやり方とか、相場を動かすやり方っていうのがあるんだけど、貧乏人は元手がないわけよ。で、元手がなくなった瞬間、ゲームに参加できなくなるっていうのが一番のコストだと思ってんの。オプチュニティコストでしょ？機械費用を失、機械損失が出るわけだから。だから、ずっとマーケットに張り続ければ、マーケット自体の、
なんつうの、よしあしに、ね、ずっと参加ができ続けるわけだから。で、経験を蓄積させることが一番大事だと思う。っていうのも、なんか株屋さん、おじいちゃんの株屋さんから聞いた話なんだけど、理屈は変わってないって言うんだよ、みんな。要は、オイルショックであったり、何であったりとか、世界情勢みたいなものって、100年経つと一周して回るんだって。100年とか50年とかで。だからそういう相場の読み方みたいなものがあるらしいんだよ。政権がこういう時はこういう風になるとか。例えば自民党政権とアメリカの共和党政権の相性がいいとか。うん。だからそういうのってさ、人生での経験じゃん。だから、あ、今回オバマが行って自民党で安倍で、ああ、これはとかさ。あ、日経平均上がるだろうなとか。トランプのアメリカが信用なくすような発言をしたら、まあ日本に流れるだろうなとか。だけど彼はビジネスマンだから相場いじってくるだろうからっていう逆張りとかし、読みがしやすくなるっていうのかな。どことどこの経済がつながってるかとかも読みやすいじゃん。だからその世界情勢みたいなものを読み解くっていうかね、あの株やってる人だったらわかるけど、結局ね、政治とすごい結びつきが強いのよ、日本の場合。だから俺は日経平均のミニやろうとしてるんだけど、日経平均って結構読みやすいのね。読みやすいっていうことは勝てるってことだから、新聞とか見てても、あ、これってこうなるだろうなみたいなものって分かりやすいんだよね。アベノミクスの最初の時はめっちゃ分かりやすかった。まああれで儲けた人いっぱいいるでしょ。うん、本当に経済良くなったと思うよ。だから最近物価上がってるからね。だからそういうのも分かんないんだよね。普通の人っていうのは吉野家の牛丼がなんで高くなってるかとか読めないんだよ。最近俺思うんだけど、500円以下でランチ食えてたのが今700円ぐらいかかってるよ。物価めちゃめちゃ上がってるからね、ここ数年で。物価が上がってるっていうのは景気が上昇してるってことだから。うん。だけど、それを読めない人っていうのは、自分の資産の価値がどんどん減っていく、現金の価値が減ってるっていう感覚がないんだよ。うん。要は、現金を保有してるっていうのも投資の一つなのね。だけど、俺が思うに、100年前の通貨っていうのが、ね、今よりも価値はどんどん減る。100年後の価値って減るんだよ、現金保有って。だから、現金貯金をするっていうのは一番のリスクなのね、俺にとって。人類が生み出されて、貨幣の価値が変わらなかったことなんで、ほぼないんですよ。まあ日本は変わりづらいんだけど、日銀がね、インフレしないようにしてるから。まあ日本円の硬さっていうのはそこだよね。信用が高すぎるってことね、簡単に言うと。だから、まあ、ここ数十年、10年、ここの10年間、誰が一番得したかっていうと、公務員なんですよ。その理屈がわかるかどうかだよね。公務員が一番得をした時代なんだよ。バブルの頃だったらありえないよね。まさか公務員が結婚したいランキングに入るなんて考えなかったと思うよ。公務員ってだけで結婚できなかったんだから。相手にされなかったんだよ。外資が儲かるかどうかっていうのは、外資でも潰れるようなところあるじゃん。例えばさ、その、為替で儲かる儲からないっていう話をよくする人がいるんだけど、人間の卵。日本って実は内需向けのサービスがメインになってんだよ。で、外需ってすごい狭いじゃん、外資系って。海外から、その、マーケット取れてるものって今、ほぼないと思うの。いや、車がって言うかもしんないけど、トヨタぐらいでしょ？うん。で、トヨタが日本の経済回してるとは俺とても思えないんだ。で、そのマーケット自体が狭まるっていう風に読んでるから、で、外資の場合っていうのは左右されやすいから、俺は手つけないかな、その辺っていうのは。うん。あ、そういう意味じゃないか。ゴールドマンサックスとかその辺ってこと？
Google とか外資系企業の売り上げがってこと？それだったらまあそうだろうね。うん、日本に税金を落としてないわけだから。うん、Amazon とかね、そういう意味かな。外資系企業って意味なのか、外資を狙ってる企業なのかで、ごめん、話が全然変わっちゃうから申し訳ない。どっちを指してるんだろう。うん、あ、トヨタに勤めてたんだ。機関工？トヨタの機関工かな。トヨタの社員だったら相当エリートだよ。機関工だと思うんだけど、多分トヨタに勤めてたっていうのは。 ETF の金は全て海外に流れてるからインフレにならないんだよってこと。あー、まあ日本では無理でしょう、インフレ化させるのは。うん、まあなんつうの、日本がそういう仕組みになっちゃってるっていうのもしょうがないから、それは。トヨタの社員だったの？めちゃめちゃ金持ちじゃん。うん、得してるのは外資。バブルの時は日本も同じこと海外にしてたんだけどね。まあでも日本のバブルってさ、結局そのアメリカに作られた部分っていうのはかなりでかいと思うんだよ。日本人がもちろん勤勉だったとか能力高かったっていうのも裏付けであるんだけど、その同じことしてたっていうか、アメリカはさ、その戦争を使ってドルをばらまいてさ、ドル自体で稼いでるわけじゃん。だからなんつうの、資本主義のモデルとして資本主義採用したらこんなにいいことあるよっていうさ、キャンペーンを貼られたようにしか、今考えると、今考え振り返ってみるとそういう風にしか見えないんだよね。だからバブルっていうのは時々いろんな国で起こるわけだけど、日本ではバブルもう起きないと思うよ。角栄さんのやり方がうまかった。うん、あれは天才だよね。だってさ、日本ってさ、土地の信用が高すぎるわけじゃん、土地のない国なのに。だから公共事業なんだよ。その政治家のやるべきことは本当は公共事業であって、公共事業ってさ、ピラミッド建設か戦争かって言われてるわけじゃん。で、角栄さんがやったのっていうのはピラミッド建設なんだよ。要は日本中に道路走らせて産業を強制的に生み出すっていうやり方をしたの。俺は天才だと思うよ、田中角栄って人は。で、今の人っていうのは、そう、まだ道路作ろうとしてんのよ。今この日本に公共事業を何を作ったらいいのかっていう判断ができないっていうか、多分その理屈も分かってないんだよ。官僚が分かってるんだけど、日本の官僚はもう既得権益になってるから無理だと思うよ。だから頭がいいやつが官僚に行っちゃうのがちょっとね、難しい構造になってるんだよね。日本全体を良くするよりも自分が儲かる方法を考えた方が絶対賢いからね、資本主義では。だからその企業が、まあ難しいよな、こんだけ企業だから格差が進んでいくしかないと思う。インフラ整備した方がいいと。あ、違う違う、インフラ整備をするかしないかっていう話をしてるんじゃなくて、公共事業、新しいものを生み出したり産業を生み出すっていうことが政府の役割とか政治家の役割だっていう指摘を。公共事業そのものを起こすのが政府の役割っていう。ピラミッド建設っていうのはそういうこと。世界中ポエムさんいらっしゃる。ちょっとトイレ行ってくる。Thank you.
話は変わるが、旅に出て何をするのさ。宿とかは。いや、旅はどうしようかなっていうふうに考えてるけどね。旅はどうしようかなっていうふうに思ってるよ。どうしようか。何も考えないのが一番理想形かなっていうふうに思ってる。俺自身は。何も考えないで、その感じることをしたいわけよ。見聞を広めるって言った方がいいのかな。宿とかもだから、そう、全部財布と相談だよね。まあ、旅に出て食えなかったら、ねえ、うまいもん食えないし、宿もいいとこ取れないしっていう。のんたん一緒に行かないよ。のんたんが来るかどうかはのんたんが決めることだから。俺はのんたんまで責任取れねえよ。まだ。自分のことで精一杯ですよ。だからもしのんたんが来るか来ないかっていう判断はのんたんがしないと難しいと思ってる。漠然とした旅の企画と不安があるわ。どうなるんやろうね。俺はね、旅は絶対成功すると思ってるね。もう本当に、リスナーさんのフォロワーの数が何倍にもなって、アクティブもバーって増える、絵は見えてる。俺は。赤いカバンとね、もう一個ここにあるカバンで行こうと思ってるね。二つのカバンで行こうと思ってる。本当は赤いカバンだけで行きたいんだけど、荷物が入らないからさ。旅の企画じゃないんだよね。旅人になるっていう。なんかよく誤解をされてるんだけど、配信の企画じゃなくて、俺はライフスタイルだっていうことを言ってて。南沖縄ですね。北北海道。両方行くよ。北からぐーって回って北海道で終わり。あ、北海道じゃない。北海道先に行って、最後南に行って終わり。その前に一回関東に帰ってくるけどね、大会があるから。だから、いつも言ってるんだけど、企画であったり旅行とは全く違うものだよとは言ってる。変わらないよ。ただ和道っていう存在の配信する場所が変わるだけだと思ってもらっていいよ。そうじゃなくて、自分の夢が旅人になることだったから。どうだろうね、長くなるかな。下手したら俺3ヶ月間ぐらいで終わるか。3ヶ月から2年ぐらいの間だと思ってるね。いや、もう期間とかも全然決めてないよ。移動手段とかも決めてなくて。それが旅でしょ。羨ましい。やっと夢が叶うよね。まあ、その分怖さみたいなものはすごいあるよ、やっぱり。
毎日恐怖と戦ってるけど、まあその恐怖って何なのかって言ったら、まあ伝わらないと思うけど、うん、高城剛、ああまあ近いかもしんないね。うん。配信のメリットっていうのは場所に左右されなくて電波さえ繋がってればどこでもできるっていうのが俺強みだと思ってるから。自転車はだから欲しくなったら旅先で買おうかなとか思って。ちょっとここツーリングしたいなと思ったら自転車で買ってとかさ。なんかそういう、もうほんとハーレーダビッドソン乗りたくなったら買うとか。そういうノリでいいと思ってる。あ、原付欲しいわ、みたいな。そうそうそう。死への恐怖だよね。食ってけるのかとか、将来不安だみたいなのとすごく似てて。結構楽観主義者だからそういうのあんまりない方なんだけど、やっぱり、そう、やったことない恐怖だからね。折りたたみね、なんか荷物は少なければ少ないほどかっこいいと思ってて。これ親父の言葉なんだけど、荷物が多いっていうこと、なんかビジネスマンにとって荷物が多いっていうのは、お前の信用がない裏付けだみたいなこと言われて。そう、本当に信用あるビジネスマンっていうのは資料すら持ってないって、手ぶらだって言ってて。うん。だから怖いからプレゼンテーションするわけだ。その人とビジネスうまくいくっていう信用さえあったら、資料すらも必要ないんだよ。むしろ説明は部下にさせますねぐらいでいいわけじゃん。旅も同じだと思ってて、自分に自信がなければないほど何かを用意しないといけなくなるわけじゃん。本当に自信があって実績があるんだったら体一つでいけるはずなんだよね。ふらっと。荷物は少なければ少ないほどかっこいいっていうのは俺の考え方かな。期間はだからさっきも言ったけど3ヶ月から2年間ぐらいかなっていうふうに思ってる。うん。それは親父に言われてハッと気づかされたね。なんか資料を作ったりとか、カバンの中ごちゃごちゃやっぱりマック開いたりとかしてたけど。あ、これってダサいことなんだっていうのに気づかされたね。ジョーブログ面白いよね。うん。霊体一つで旅しちゃう。うん。家の中も自分の部屋も同じですね。断捨離にも通じる。そうだね。すごく通じるよね。うん、でもまあなんかよくその何々をするとか何々したらゴールとかみんななんかパッケージに惑わされてると思ってて、旅配信っていうもの。なんかそれって演出だから、俺はライフスタイルにしたいと思ってるから、別に普段の和道の放送っぽく見てくれればいいと思ってんの。うん、俺はだからその、あえて金ないとかお金ないとかやるつもりないし、誰か止めてとかもやるつもりないし、普通にただ和道っていう存在が場所が変わってるだけでどういう現象が起こるのかっていうのを試しに行くだけだから。むしろその本当のノマドワーカーを目指してたわけだから、あの、なんちゃってのノマドじゃなくて本物のノマドワーカーね。自由人。場所に縛られないっていうのが俺の課題なんだよね、今回の。だってやろうと思ったら辛いとか苦しいなんていくらでもできるじゃん。配信者なんかさ、演技力高いんだから。みんなそれに毎日振り回されてるわけじゃん。でもそこってやっぱ子供騙しなんだよね。うん、全然俺は面白いと思わないんだよね、そういう配信を。旅を通じて配信者に何かを伝えたいことはありますか？いや、ないよ。だから、なんか、サトルさんも多分勘違いしてると思ってて、あの、そういうことをやるつもりがないよっていう、あの、ことをずっと言ってるわけよ。あの、あ、和道って人は旅人なんだって思ってもらえればいいの。旅人じゃないじゃん。俺が今旅人って言ったら嘘つきってなるでしょ。旅してねえじゃんっていう。
で、旅配信やってるやつも俺は旅人じゃないと思ってて、だから俺は風天の虎って言ってんの。いや、荷物とか家はそのまんまにする。風天の虎が一番イメージに近くて、虎さんにどこ行くのって言ったら気ままにって答えると思うんだよ。その時その時で変わるじゃん。どれくらい旅出るのって言っても知らねえよって言うと思うの。うん。で、いつかひょっと帰ってくるわけじゃん。俺は風天の虎が一番イメージに近くて、企画とかパッケージが用意されて目的がある時点で俺は旅じゃなくて旅行だと思ってるから。なんとなくわかる？サトルさん。その辺。あ、そういうことね、みたいな。だからそこで起こるドラマみたいなものは普通にただ垂れ流すだけだから、普通に俺の配信が外になるだけっていう。バナナの叩き売りとかはさすがにしないけど。匿名係長、気分屋花火師さんいらっしゃい。楽しんでってください。だからまあ、あんまり、ないっすね。特に決まったものみたいなものは。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。生き様を配信に載せるので視聴する方は勝手にどうぞ。俺もでももともとそういう感覚だよ。俺何かを作ったりとか、何かを演出したりっていうことは、今まで配信もう始めて1年何ヶ月経つけど、ほとんどやってないっていうか、悪ふざけでやったりはするけど、それはネタっぽくわずとネタですよっていう感覚は伝えてるから。ああ、またワド悪ふざけやってるよっていう。結構リアリティある感じだと思うけどね。引きこもり気味さんね。初見さんありがとう。1000円ガチャって何？バーガー2個プレゼントありがとう、ゴルゴさん。アイテムありがとう。これはもともとだから生き様そのままを商品にしたいって思ってたから、自身を商品にするって考えてるから、そこの良し悪しっていうものはリスナーさんに委ねようと思ってんの。そういう器用なことをできるタイプじゃないんだよな、自分が。なんかね、嘘くさいなっていうのはあるじゃん、テレビとか見てても。なんかこれ嘘くさいなっていうものはかっこ悪いと思っちゃうんだよね。嘘くさいのが嫌いなんだよ、子供の頃から。やっぱ生放送の醍醐味はさ、なんつうの、嘘つけない感じが面白いと思ってて。あ、リアルだなっていうさ、これ本気で泣いてるだろうなとか、あ、こいつ本気で今楽しいんだろうなみたいな、そういう高揚感みたいなもの、そういうものをなんかシェアしていきたいよね。だから俺は旅をするって言ってて、旅配信をする気は全くないっていう、そういう感覚ですね。海外行くよ。ただね、そのビザの関係とか Wi-Fi の関係とか経験がないから、どういう機材がいいか、まず国内で慣らした方がいいなと思って。だからね、大陸編とか国で分けようっていう話になって、スタッフさんと。そう。海外はやっぱ経験が必要。いきなり行っても多分難しいだろうなと思って。だからまあ国内からっていう風に決めてる。なあ、もともと世界旅するのが今回の旅のコンセプトだから。世界を旅するっていうか、もうずっと旅してたいんだよ。ずっとふらふら定住してたくない。あれ、またどっかいるな、みたいな。なんかこう、地球そのものが俺の家だっていう感覚をつけたい。地球に住んでるっていうか。
アメリカはどの店行っても必ず Wi-Fi あるから楽だよ。あ、そうなんだ。すごいね。それはいい感じだね。スケールが大きいっていうか、当たり前のことを当たり前に感じたいんだよ。本当に。なんか、俺はアフリカが本当にあるのか疑ってるからね。アフリカで子供が死んでますとか、貧乏な人がいますって、北朝鮮っていう国があるとか嘘だと思ってるから、俺にとってはない、ないとイコールなんだよ。そんなもんねえよっていうか、だって関係ないじゃん。アフリカで死のうが何しようが。実感がないんだもん。だから実感をつけたい。アフリカに友達がいたら違うじゃん。アメリカに友達がいたらアメリカ違うじゃん。だってアメリカに友達いるだけで面白いと思うよ。おい、トランプどう？みたいな。面白いじゃん。スカイプで放送で聞けるわけだから。トランプ政権やばいよとかさ、日本で報道されてること嘘だなとかさ、そういうなんかことできるようになりたい。知ったかぶることはいくらでも人間できるけど、知ったかぶりたくないんだよね。知ったかぶりたくない。ジャマイカでタイマー。タイマーね。タイマー吸ったことないかな。タイマーオランダ？高速衛星 Wi-Fi で地球上どこでもネットできるようになるらしい。マジで？すげえな。それあったら超便利なんだけど。すげえな。でも、まあそういうものは作られるだろうな。めちゃめちゃ需要あるもんね。iPhone だね、俺は。ならネット回線いらない。ネット回線を拡張するって話だが、ネット回線自体なくなるわけじゃないでしょ。Wi-Fi もネット回線だから。いやー、それすごいよね。電波問題がなくなるんだもんね。それはすごいでしょ。海の上でも、どこでも電波がつながるってことでしょ。あつしさんこんばんは。バカ6個、バカ5個ありがとう。そうそう。回線の種別が増えるって感覚に近いと思うよ。アメリカがやる気になれば実現するだろうね。ぜひ、投資をしてもらいたいね。国を挙げて投資をすべき案件だよね。ドローンが飛びまくるよ。だからさ、一般人の人とかだとさ、電源が切れたって思ったらさ、これネットに繋がってないんだと思ってる人いるけどさ、電源切れも繋がってんだよ。特定できるんだよ。要は電源を切れたように見せる設計をしてるだけなんだよね。1000億投資だ。すごいね、孫さん。さすが。そう。だからどこに誰がいるのかっていうのは、特定の企業にはバレちゃうわけよ。初見さんいらっしゃい、こんばんは。バッテリー抜かなきゃ意味ないけど、バッテリーが抜けない仕組みだからね、iPhone は。
素人が動いてる新幹線の車内から生放送してるだけですごい技術革新。やばいよね、本当に。俺、本当にすごい時代来たなと思ってるよ。これで生放送に携わってないのは結構もったいないと思ってて。ライフスタイルがガラッと変わったかんね。なんか、その IT の黎明期みたいなものから、ずっと IT に携われてるっていう、この時代に生まれてよかったなっていうのはそこだよね。俺あとね、多分世の中の漫画の読み方が変わると思ってて、漫画ってページを割って小回りじゃん。だから横の軸とかで動いてるけど、多分ね、縦軸でこういう風に見る漫画っていうのを作ったら流行ると思ってるの。だからね、多分ね、ウェブ漫画みたいなものが主流になって、縦の小回り、この画面の中でどう表現するかっていう、このサイズの、なんかコマが1コマになるとか、見開きがこれになるとか、そういうね、なんか漫画業界とかも変えそうだなとか思ってんだよね、このデバイスは。このサイズ向けに漫画を作る。今はさ、その漫画本の単行本のサイズを無理やりこっちに変換してるから見づらかったりするわけよ。小回りとかが。だからこのウェブの、このデバイスの中だけで表現するって考えたら、なんか小回りとかもだいぶ変わるだろうなと思って。すごい楽しみにしてんだよ、その、ウェブ漫画業界、どうなるのか。15センチぐらいのドローンを同時に100機兵隊飛行させることに成功したってアメリカで発表されたらしい。さらに秘密、もっとすごい100機を兵隊飛行させる。ほう、AI 自動で、ほう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 。すごいね、それは。ドローンってもともと軍事運用されてたものだよね。最近になって名前が知られるように。だって最先端の技術っていうのは軍が開発するものだから、インターネットだってもともと軍のね、使ってたものだし、軍が一番最先端だって言われてるな。生物兵器でも何でもそうでしょ。うん。だからその国が規制してるわけじゃん。アマゾンとかもドローンで配達するっていうのをやめたじゃん。あれっていうのはさ、アマゾンっていうのが軍事力を持つことにイコールになるわけよ。だって荷物配達してる分にはいいけどさ、アマゾンの CEO とかがさ、いや、もうこの国滅ぼして独裁国家作るって言ってさ、小型の爆弾をドローンに運ばせるぐらいの軍事力持っちゃうわけじゃん。民間企業は。危険でしょ？だから、自動運転、Google の自動運転とか、その、軍に転用できるものっていうのは法案でバシバシ否決されてるわけですよ。あ、可決されてるわけか。法案が。それはまあしょうがないよね。
民間企業がね、軍事力持てるっていうのはやばいことだから。戦争、まあ戦争っていうのはさ、一番の公共事業だって言われてるぐらいだから。要人暗殺にドローン大活躍ですよ。まあドローンは使えるよね、暗殺に。っていうか、まあそのイラク戦争とかさ、あの辺でもアメリカはもう使ってるじゃん。部屋の中でパイロット操縦して24時間飛行させてさ、パイロット交代して殺せばいいわけだから。殺してないって言ってるけど絶対殺してるに決まってるんだから。だって自国のさ軍人が死ななくてさ、相手の軍人殺せる兵器なんだから。無人戦闘機ってやつでしょ。無敵でしょ。見えないところから撃てばいいんだから。爆弾落とすだけで勝てちゃうんだから。だから簡単に言うとさ、ミサイル飛ばすっていうのは危ないわけよ。そのバレるわけだから相手に。だけどでっかいドローン作って上空からさ核爆弾落とせる時代になっちゃったのよ。被爆すらしないでしょ。やばいよね。ちなみに低空飛行の殺人ドローンの技術が世界一高いのはイスラエル。おー、パイロットは遠隔操作なのに PTSD になる。へえ、リアリティがあるんだそこに。あー面白いね。あー、だからやっぱりそのモニタリングするっていうことを必要なわけじゃん。パイロットはカメラをつけてモニターがいないと標的を暗殺できないわけだから。だから殺してる臨場感みたいのがあるんだね、やっぱり。今でも操縦画面真っ白。へえ。あ、そうなんだ。あ、そりゃそうだよな。いや、アメリカの軍人の PTSD の発症率の高さはやばいもんね。本当に。保険効かないとか問題になってるけど。新しいフォロワーさん、犬目のゴージャスガイジさん、フォローありがとう。すごい小手半だな。拳銃つけたドローン。ドローンはもともとだから銃が装備されてるからね。だから AI で顔認識して一致が 100% じゃなくて自動で処理するドローン。すげえな。要は勝手に顔認証してこいつだと思ったらパンって撃つんだ。自動飛行で。パイロットすらいらなくなるんだ。やば。へえ、すげえ。やっぱ。なんかこの前ね、なんかその聞いた話が AI の進化とかを、まあそういうのに携わってる会社の人で、農業は間違いなく日本からなくなるみたいな話を聞いて面白かった。ちょっと眠いかな。農業がなくなる、農業は実はその機械に生産させた方がいいものが作れるんじゃないかっていう。ただそれに対する投資額が結構大変でっていう。投資してリターンがないと投資しないわけだから、規模が莫大なんだって、その回収するための。でもまあその理論的に言ったらだんだんそれが実現可能になってきてるらしいよ、コスト的に。農家はなくなるだろうね。
人類の発展ってさ、もともと農耕から始まってるわけじゃん。農業革命から始まってるんですよ。で、農業ができたって何を作られたかっていうとさ、その飢餓の克服とかもあるんだけど、時間が膨大に余ることになったっていうのが実はすごいことなんだよね。アメリカは土地広いから有利っていうか、アメリカで実際行ってんのは広大な土地があるから、飛行機の上から種バーってばらまくのよ。で、バーってスプリンクラーでずーっと水を与えてたりとか、時間管理して。で、刈り取るとこもトラクターとかでバーってやるとトウモロコシがガーって取れるわけじゃん。だから、その、広大な土地を、農業用の土地を持ってるっていうのがすごいんだよね。そう。便利なんだよね。飛行機で種をばらまくだけっていうのがすごいよね。で、耕すときも一気に機械でバーって耕すわけじゃん。それはすごいよね。今ある仕事のほとんどは機械に取られるだろうね。まあでもそういうもんだからね、人類の進化っていうのは。イノベーションってそういうもんだから、しょうがないよ。その分便利になってるでしょ。そう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 、また新しい仕事ができるんだよ。うん。でもね、俺はそろそろ仕事なくなるなっていう実感があるけどね、なおちゃんね。うん。もうね、やることがだんだんなくなってきてるから格差が広まってるんだよ。うん。要は人にやらせるよりね、機械にやらせた方がいいっていう理屈があるの。その機械にやらせた方がなんでいいのかっていうと、まだ人間がやった方がいいものっていうのはいくつかあるんだよ。だけど、なんだっけな、その、人工知能とかロボットが何がすごいかっていうと、一個の端、世界中に散らばってる一個の端末が、あることを覚えたとするじゃん。あることを覚える。そうすると、人間の場合っていうのは突出した天才っていうのがいて、そいつが社会を回すようにできてるわけよ。だから教育が必ず必要なの。だけど、AI のすごいところって、ソフトだからデータなわけじゃん。だから何か一個、技術を覚えた AI が生まれた瞬間に自動並列で全部のマシンが覚えるの。ここがやばいところ。で、その、日本人っていうのはその兵隊作ったりとか、労働者を作るっていうのがうまいって言われてた。要はその、情報の並列化がうまいっていう風にされてた。要は勤勉さとか思ってたけど、ロボットより勤勉なマシンはないからね。で、一個天才が生まれたら、そのデータをダウンロードして、アップロードして、つって、並列化できちゃうわけだから、そこが怖いところだっていうふうに言われてる。うん。そう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 。楽園主義ね。そのうちマトリックスみたいに、脳幹にプログラムぶっ刺す時代が来そうだね。俺はね、それじゃなくて、Google がやろうとしてたのは、Google グラスっていうのは、脳波を読み取る装置。なんで、メガネ型のデバイスだったのかっていうと、ここで脳波を読み取る装置を作りたかったんだなっていう Google のね、考え方がすごいわかる。あのね、実際ね、手術をしてっていうリスクを取るのって普及しないんだよ。やっぱ怖いんだよ。安全性がある程度担保された中でやるもんじゃん。だからね、外部装置みたいな感じで手術をしないでね、もっと VR みたいな、俺が今考えてることっていうのは、あのね、VR をつけてそこに外付けカメラつけたら、もうね、ここにずっとカメラつけてていい時代が来るんだよ。だって、目の情報にワンクッション目をつけるだけだから、別にずっと外付けカメラと VR をつけてさえいたら、現実世界と変わらないじゃん。で、何がすごいかっていうと、VR の情報にレイヤー構造って言って、現実の世界に新しい画面を刷り込ませることができるわけよ。言ってる意味わかる？だから VR をつけてそこに外付けカメラをつけるだけで生放送で俺の視点で全部語れるわけだし、マイクとかカメラとかもつけられるわけだから、つけない理由がないのよ。だから俺は VR はその手前の段階の技術だと思ってる。まあ可能だよ、今の技術は。だけど、そこをやっぱクッションを踏んでやっぱ浸透させないといけないから、パソコンがこの形であるっていうのは俺は保証がないと思ってるよ。
逆に言ったら画面が取り外されても VR が当たり前になると思うよ。そう、みんなこういうでっかいのつけてて、そこに外付けカメラとかマイクとか全部ついてて、こうガチャってはめて。で、それでやり取りするみたいな。で、そこには現実世界と全く変わらないものが映ってるんだけど。うん。朝原の脳波。でも、まあ、現実的に可能は可能だけど。なんかね、機械を埋め込むのはやっぱリスクがあるし怖いんだろうなっていう。だから赤ちゃんの頃から、もう生まれたら埋め込むぐらいにしないとダメだろうね。生まれた瞬間改造が始まるぐらい。でもね、あんまりそのリスクが高い割に便利にならないんだよ。だから携帯するだけで実はいいじゃん。iPhone とか Google グラスとか VR とか一番現実的だと思うけど。VR つけて配信やってんじゃないの？わかんないけど。実際に脳波を操作して嗅覚が視覚を作れるって研究発表されてた。あー、なるほど。埋め込みは多分ね、流行らないっていうのが俺の考え方。ただ、ID 管理、するために、なんか、こういう皮膚の下にチップを埋め込むっていうのはあり得ると思ってるよ。政府が人間を管理するために。で、ピッて政府の機関とかにやると、年金とかのデータとか、犯罪歴とか全部出る。要は国民番号みたいなのも全部照合されるみたいな。それはやる可能性あると思うよ。こういう皮膚の余ったところとかね。どこでもいいけど。気持ち悪くなる。トマベチ博士の新刊によると、2050年にはすでにマッドハッキングとか当たり前のような感じだ。皮膚とかはまだしも、脳は何かしらの拒絶反応でそう。まだまだ研究していかないといけない分野だと思うよ。マイナンバー怖くて確定申告の時に書かずに提出した。VR で仮想世界作ってセカンドライフみたいなのできないかな？セカンドライフも流行らなかったかな。仮想現実なんてないっていうのが結局俺らの結論じゃん。結局そういうものに夢見て、アニメに逃げたりとかゲームに逃げたりしたけど、現実なんだよ結局。結局現実なんだよ。でもなんか、最近の若い子が恋愛しなくなったことは、すごい、ウェブがすごい関係性が強いっていうのが俺の考え方だね。あ、これ、インターネットのせいで恋愛できなくなってる人とか、童貞が増えてるなっていう。のんちゃん、変な寝方してる。のんちゃん、また寝たの、それで。Thank you.
VR は欲しいんだよね。 VR のバイオハザードは久々にゲームやりたいと思ったのは本当久々。これはすごいことが起こってるっていう。VR はやりたい。花粉症かな、目がかゆい。心臓止まりそう。へえ。何？それは実写の女の子なの？それともアニメーションの？実写か。目の前に女の子がいるっていうこと。VR はすごいだろうな、多分。初見さんいらっしゃい、ひなずさん。よろしくお願いします。面白かったらフォローしてください。じゃあそろそろ寝るかな。 VR でアダルトビデオ見ると得した気分になれる。いやーどうなんだろう。だからそれが原因で俺は童貞が増えてるわけだから、俺はそういう風に思うかな。HTC で試したけど本当に殺されそうでヘッドセット外して。 HTC っていうのは機種の名前かな。何なんだろう。あれが流行る前に童貞捨てといてよかった。いやだと思うよ。要はそのセックスの経験がないと VR の凄さが分かんないわけじゃん。で思うんだけど、実体験とさ、やっぱ離れていくわけじゃん。そうするとやっぱ怖いと思うよ。寝るんかいって。ピザ頼んだら M サイズの生地ないから L でくれた。どういうこと？それはある。あ、M サイズないから L ってすごいいいじゃん。得したじゃん。得なのかな。食えなかったらいいんだけど。ピザ食いてえな。ピザ頼もうかな。あ、いいや、のんたんが作ってくれんだ。ちょっとした特殊報告とかほっこりするよね。あ、俺ね、でもね、あ、これあんま言っちゃいけないのかな。これあんまり言っちゃいけないことだから、あれだけど俺ほっこりした話するね。俺ね、びっくりしたことがあって、とある有名牛丼チェーン店に行って、もうバレるな、絶対。バレるけど、あれだ、いいや。で、某定食を頼んだ。カルビ焼肉定食を深夜に頼んだの。で、東京の店って愛想が悪いんだよ、外国人とかだから。でも、そこの日本人の店員さんが、すごい感じのいい店員さんだったの。で、一人だったの、客席に。で、ジューってカルビ焼き始めたんですよ。
で、ガリガリって、こう、焼き始めた時に、多分、カルビが1枚余ってたんだよ。要は、端数が出てたの。で、その店員さんが面白いのが、お客さんって言って、あ、はいって言ったら、なんか、ゴニョゴニョって言ってたの。なんか、なんとかですか？みたいなこと言って、俺、よくわかんなかったから、はいって言っちゃったの。よくわかんないから、はいって言ったら、明らかにカルビの量が1.5倍あったのよ。なんか、はいって言ったら、カルビをもう1枚焼き始めて。要はどういうことかっていうと、その人は、機転を利かせて、やっちゃいけないことなんだけど、お客様、大盛り食べます？みたいなこと言って、要は、普段の倍食べます？みたいなこと言って、深夜だから、あ、はいって俺は分かんなくて答えちゃったんだけど、勝手に大盛りとか、なんか、おかずの量を2倍にしてくれて、なんかね、なんか、やっちゃいけないことなんだけど、なんか、得したじゃなくて、なんか人間っぽい定食屋さんに来たなって感じがして、ほっこりしたんだよね。なんかわかる？その感覚。なんか東京の、その、なんつうんだろう、マニュアル化されたことじゃなかなか起こらないでしょ。ええ話ともちょっと違うんだけど。で、俺それほっこりして、なんか賄賂みたいな話じゃん。変な話。これいいのかなとか思いながらも、なんか変な話で、なんか不思議な話だなと思って。そう、粋ともちょっと違うんだけど、なんか人間っぽさがあったんだよ。で、松屋っていうか、その大手牛丼チェーン店からすると、そいつはバレたらクビになるような話だから、あれなんだけど、悪いことなのかもしんないんだけど、なんかそれをやっちゃうその店員さんが、で、対応もすごくいいんだよ、その人。そう。だからね、なんか変な話だったね。うん。東京らしくない、そう、田舎の方にある話なんだよね。じゃあ皆さんお疲れ様。ありがとうございました。また明日。おやすみなさい。ありがとね。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。